に上本町七丁目の停留所から西へ折れる坂道を上り詰めると幾多間の表門の鳥居があるその鳥居をくぐって神社まで三丁の道の両側は軒並みに露店が並んでいた別姓アイスクリームいちご水レモン水冷やし飴冷やしコーヒー 氷水化、ビードロのおはじき、花火、水中で花の咲く造花、水鉄砲、水で描く万年筆、何でもひっつく万能水のり、猿股の紐通し、日光写真、白髪染め、欧州名物マゴタロウムシ、迷子札、ゼニガメ、金魚、ハツカネズミ、豆板、生姜飴、 舐めているるうちに色の変わるマーブル、粘土細工、積み木細工、豆電気をつけて走る電気仕掛けの汽車。どれもこれも、久子の目と口と耳を引きつける店ばかりであった。が、小之助は、どの店の前にも立ち止まろうとせず、久子の手を引っ張りながら、さっさと人混みをかき分けて、足早に歩くのだった。 途中左手に北向き八幡宮があったそこでも今年は去年のように金色夜舎や六単池の首なし事件ののぞきからクリア六六首人魚天の水中冒険などの見せ物小屋がかかっているはずだ久子はそう思って北向き八幡宮の前まで来ると境内の方へ外れようとしたが庄之助は 黙って久子の手を引っ張ると、さっさと生玉神社の石段の方へ連れて行った。拝殿の前まで来ると、章之助はさい銭を投げて久子に、日本一のバイオリン弾きになれますようにと、お祈りするんだぞ、と言った。久子は言われた通り、小さな手を合わせて、日本一の バイオリン弾きになれますようにとつぶやいてから「パパが見せ物小屋へ連れてってくれますように」そして頭を上げてふと父親の方を見ると庄之助はまだ頭を下げていたそして何やら口の中でブツブツ言っていた拝殿では白い着物を着て 赤い袴を履いた2人の巫女が1人は鈴を持ち1人は刀を持って踊っていた庄之助はまだ拝んでいる久こはふっとおかしくなって「パパは何をお祈りしてるのやろう」と腹の中でつぶやいた庄之助は何を祈っているのだろうか 彼は大阪では少しは人に知られたバイオリン弾きであったが、年中貧乏していた。辻バイオリン教授所の看板をかけているのだが、偏屈なのと稽古がむちゃくちゃに激しすぎるので、弟子は皆寄りつかなくなって、従って見入りも少なかったのである。バイオリンなぞ演歌詞の弾くものだと思い込んでいた親戚の者たちは、 之助に忠告して「あいよりみたいなものをやめてしもてなんぞ地道な商売をしたらどないや」というのだったが聞かなかったそして相変わらず辻式教授法と自称する厳しい教授法を守りながら貧乏暮らしを続けるのだったところが去年の秋俗に赤新聞と呼ばれている 大阪日日新聞の音楽コンクールで彼の3人の弟子たちが3人ともほとんど最高点に近い成績を取った「それ見ろ」と庄之助はつぶやいた「世間の教師らはバイオリンの教授を坊ちゃん・嬢ちゃん相手の機嫌取り同然に思っているが俺の弟子は厳しい教え方のおかげで。 みんな良い成績を取ったではないかこれで長年の自分の主義も少しは報いられたというものだこれからはもう自分の天下だ弟子も増えるだろういや門前一をなすかもしれないと彼は喜んだところがそのコンクールはかえって辻の稽古は厳しすぎる あんな稽古をやられては助からぬというこれまでの悪評にますます拍車をかけるような結果になった誰も彼も章之助の塾を敬遠したそして弟子は減る一方で塾は錆びれ彼の暮らしは一層惨めなものになったそこで彼は土地の軍楽隊に席を置いたり ケチな還元学団の臨時雇いの指揮をしたりして口をのりしながら娘の久子をほとんどただ一人の弟子にして辻式教授法のせめてものはけ口を幼い久子に見いだしてきたのであったところが今日久子が弾いた「茅萌音琉眉禅」の素晴らしさは庄之助を驚かせた。 それは天才的なひらめきと言ってもいいくらいであった。こりゃあ、もしかしたら大物になるかもしれないぞと彼は思った。すると、元来熱狂しやすい彼は、久子を大物にするためにすべてを犠牲にしようと思った。彼は、バイオリン弾きとしての自分の恵まれぬ境遇を振り返ってみた。 そして自分の音楽への情熱と夢を娘の久子によって表現しようと決心したのである。そのためには、軍楽隊もやめます。式もやめます。そして私の生活の全てを犠牲にして、道なき道を歩みながら、久子を日本一のバイオリン弾きに仕込みます。宇治神の前に、 そう誓ったのである。やがて、章之助は長いお祈りを終えると、さあ帰ろうと、久子の小さな手を握った。バイオリン弾きになるには、あまりにも小さすぎる手であった。そして、章之助は脇目も振らずに、そわそわと歩き出した。北向き八幡宮へも寄らなかった。 露天の前にも立ち止まらなかった。久子は父の大股の足についていきながら半泣きになっていた冷やし飴一杯も飲まずに家へ帰ると翔之助は興奮した声でどなるように言ったさあ久子稽古だ